北畑久保は、戦国時代から安土桃山時代にかけての大名、久下。伊勢国士北畑家の第九代当主。天文十六年、第八代当主、北畑久保の嫡男として生まれる。永六六年、父、久保が隠居し家督を相続した。永六十二年八月、織田軍に大川地上を攻められ、牢城して死守するも、十月に、父と共に、 織田信長と和睦した。和睦の条件として、信長の次男、茶千丸を養子氏として、迎えることになる。ただし、谷口勝弘はこの戦いではむしろ、織田方が次第に劣勢となり、信長の要請を受けた、将軍、足利義明の仲介で和議に入ったとする説を出している。また、久の正氏は信長が、茶仙丸の入り、次を強要したことで義昭の不快感を招き、 信長と義明の対立のきっかけになった事件とする見方をしている。天正三年、茶千丸が福豊として北畠家の家督を継ぐと、愚房は中の御所と継承されるようになる。天正四年十一月、大台の三世代に陰性していた父、愚京が、信長、新威夫子によって殺害されると、愚房は幽兵のみとなり、 その身柄を滝川一増に預けられて、あの軍河地に3年間遊兵された。後に遊兵は解かれ、なお、新宮城に改めた。その直後の天正8年1月5日に刑で死去。去年 34? ありがとうございます。